寺崎優香は、日本の声優、女優、歌手。熊本県出身、オギプロザネクスト所属。代表作に、遊戯王ゴディーズ日産が、アベレージ、ビヨンドザアベレージ、イナズマイレブンシリーズ、笑っちゃお。がある。2012年、第6回声優アワードにて、シナジー賞を受賞。2012年8月1日に CD デビューすることが、 自身のブログにて発表された。2015年4月5日、放送分から2017年3月26日の番組終了まで、クワゴマホの公認として NHKBS プレミアム笑っちゃお。のお姉さんを務める。2015年5月24日に渋谷テイクオフ7にて開催された、和し水東京オリンピック対決に自身初となる作詞作曲をした。 手紙でエントリー。和しざ県、オリンピックラブ恋の金メダル、清水香里一輪の花を相手に優勝を果たした。2016年4月24日、友人の上野堀誠と、同年4月14日に、寺崎の地元で発生した熊本地震の義援金を集めるため、チャリティーフリーマーケットを主催した。2016年、 機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズの T シャツ、ポーチなどグッズのデザインをプロデュースし、バンダイの公式ショッピングサイト、プレミアムバンダイで発売された。2017年4月3日、自身のブログにおいて2016年に結婚していたことと妊娠を発表。同年8月4日に男児の出産を発表した。もともとは歌手志望で学生の頃は、 地元の事務所に所属し、ユニットを組んでいた。しかし、NHK 福岡のラジオドラマに出演したのをきっかけに、芝居の面白さに気づき、女優を目指して、東京に上京。大学に通いつつ、映像の仕事を中心に活動していた。とあるミュージカルのオーディションの審査員側にいた、人物から、声が面白いから、声優をやってみないかと誘われ。 声優業にも力を入れるようになった。初主演作、稲妻イレブン号では、この子のオーディションを受けるよ、とマネージャーに、松風天馬のキャラを渡された際に一目惚れし、絶対にこの子を演じたいと思ったという。周囲から天馬に似てるとよく言われている。趣味は風景写真を撮ること。特技は着付け。大学の専攻は幼児教育学科だったため、 幼稚園、共有一種の免許を取得している。ふとじは、メインキャラクター。は、インターネット配信。は、インターネット配信。ありがとうございます。